ベリーズ工房の徳永ちなみちゃん、須藤まさちゃん、夏焼きみやびちゃんです。お願いします。続いてのゲストはベリーズ工房。最近メンバー内で流行っているゲームとは一体何なのか必見です。16歳どうなってんの最近、何して遊んでんの最近、何が流行ってんの、おじさんたちに教えてくれるの何して遊ぶことが多い最近。少し前なんですけど、はい、点々なしゲームっていうのが流行ってて。点々なしゲーム何でしょう。それはなんか普通の会話の中で、うん、まあ、濁点をなくすっていうゲームなんですけど、もう私たち結構もう上級なんで、じゃあ昨日食べたご飯について点々なしゲームなんで。いいですよ。いいよ、いきます、せーの、スタート。昨日チャーハン食べた。たマシ、マシだよ。いいね。ちなみはね、おなへ。おなへか。みやひは超華焼き食べたー。美味しいじゃん。基本的に口数ちょっと少なくないですか。このゲーム始まるとこれはこれちょっとやりま俺らもやってみる。昨日何食べた。昨日は四分で作った。何作ったの。消化焼き。一緒じゃん。本当。抱きしめて抱きしめてが3月11日にリリースということで、はい、ちょっとね今回クールなかっこいい曲に仕上がってるんですよね。抱きしめてもういいよ。進まないよ。なんこれ見てんの。お願いします。そのプロモーションビデオもちょっとね、なんかライブハウスというかクラブというか DJ の方が実際に来てくれて、学校習ったの。学校習ったの。ちょっと雰囲気ね。あの雰囲気はエアー DJ 誰が一番上手いかやってみる。はい、行きます。決めてます。行きますよ。DJ 歴も何年？俺が20年かな。まずね、こっちしかしない。こっち開けて。ちゃんと聞かなきゃいけないけど、流れてる曲をね。ね、見通してる？いくよ。チク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 ブレイク。ブレイク。チク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 。最近景気が悪い話やっぱ多いですけれども、今後皆さんはどうすれば明るい日本になるかちょっと考えてると。はい、もう春だし、こう色のこうカラフルな色の洋服を着たら、まあ見た目もこう心的にも明るくなるんじゃないですか。なるほど。女の子ででも洋服塗ると気分変わったりやっぱするんでしょ。どう。しますよ。する。これどういう気分なの今日は。今日ちょっとアダルトな感じだね。そうですね、今日は大人な感じをフレッシュさがあるので、花があるので私はセクシーを担当しようと思って。若さには勝てないから。だから簡単に上品下品みたいな考え方でしょ。みやびちゃんは何かありますか。はい、年に何度か誰もお仕事をしない日を作る。どっかの国にそういうのあったんだよね。仕事したらダメっていう。仕事しちゃってる人がいたんだって。熱い熱い。で警察の人が捕まえたんだって。で警察も仕事したから捕まっちゃったんだって。ちょっとどこが来るんだよ。それも覚えてない。まさちゃん、国会議員にコントをしてもらう。コントしてもらう。なんでなんでそれは。この後ベリーズ工房、須藤まさちゃんの無茶ぶりに小島が。国会議員にコントをしてもらう。コントしてもらう。なんでなんでそれは。なんか会話も、こう重い感じじゃないですか。そうなんですけど。いやこの間さっきならないよ。そうなんです。大事な予算とか決めに行く会議だから。だからそこをなんかパッと明るくさせるためになんかコントをしてもらったらいいんじゃないかなみたいな。え、小島さんが国会議員がすべきコントを知っている。どういうことですか。小島さん、小島さん、国会がないから明るくする術をだって知ってるんでしょ。小島さんは当たり前じゃないですか。どうすれば国会が盛り上がります。まずリラックスして、ね、座り方から。そう、はい、でちょっともうこんなのはついいと思う。寝ちゃってていいの？大丈夫。オバマケ。オバマだ。G7。小島さん。はい。テープただじゃない。テープただじゃないんですよこのご時世。テープなんですよ。っていうように、
断れよ。